今日はヘラはどんな練習するの？今日は、うん、昨日レイアップを落としすぎていたので反省してちょっとこれから吉川さんムーブをやります。じゃあそこもバッチリ取らせてもらいます。はい、お願いします。はい、頑張ります。今日はユラでいきますよ。インサイダーカツキ、インサイダーカツキ、真面目なユラも取ってね。真面目なユラを取るんだよ。今結構真面目、真面目、うん、いいトーンで入ってる。気づいてないのちゃんなんて。よく気づいてない、うん、パッて見たらえ？めっちゃ取れないのそれ。新しいジャパンの、うん、あの略、うん、ダメダメじゃんじゃんフォーメーションできるかもしれない。じゃん、あ、ダメだ、 P が入ってるわ。ね、取りなよ。1時間ぐらいじゃないですか？1時間後ぐらい。なった、お願いします。はい、これがあのオーバータイムの局面でスリーポイントシュートを決める三好選手のトレーニングです。イエーイ。もう一回シュートもうちょっとこういう気が楽な時は入るリラックスして止まれなくて、うん、でもここ後ろ向いてたから、うん、あ、リッチさん行けるかなと思ったんだけど、よくよく見たらここがついてたから暇だなと思って、まあ、もう巻き戻したらやり直したらこっちで、うん、で、1、2、そう、処理するの引っ張る、よっぱそう、あがってきて、してあーダメだったっていうのに。でも昨日そんななかった。昨日はそんななかった。うん、アジアカップでもちょっとあった時あったよね。あのオーストラリア。オーストラリアの時ありました。そうだよね。わあもうやばいみたいな。ごめんってユラ死んでた。あ、そうだよね。でもオーストラリアの時もそうなったけど。試合の中で立ち直ったの。私がやるしかない。立ち直らせてくれました、本当に。いやいやいや。でもお互いにいい影響を与えて、ね、やれてる。ユラの笑顔でみんな元気になってるのも。ユラの笑顔はコートのだけじゃなくて、それ以外の人も元気にしてると思います。ね、うん、あのインサイダーカツキも。あんなふざけてんのに。インサイダーカツキもそうだし、多分昨日見てたお客さんとかも。絶対影響受けてると思いますよ、ね、本当ですか、うん、すごく素敵だと。何笑ってんだよって思われてるかもしれないけど、そんなことないよ。ユラのなりたい自分ってどんな姿なの？ただただ笑顔で楽しくやること、うん、みんなが私みたいに楽しんでやってくれ、うん、楽しんでこうやってる、そういう選手になりたいなって思ってもらえればいいなって思う。素晴らしい。まあ、何か問題っていうか、なんか苦しい時はなんか、なんだろうな、意味があると思って笑顔で乗り越えてます。部屋帰ったりしたら泣いたりしますけどね。そうなんだみたいな感じになるし、こう心許してる人には電話して話聞いてもらったりとかありますけど、まあ基本は笑ってます。でもまあ私のこと知ってる人たちは結構みんな泣き虫っていうか、タクさんとかよく知ってると思う、すぐ泣くから。そうなんだ。リュウさんもそうだし、いいね。いや、ユラの人柄だと思うよ、そういうの。
普段めちゃめちゃふざけてるんですけど、こういう面もあるんですよ、皆さん。こういう面もありますよ、ちゃんと真面目に話せる面もあるんですよ、皆さん。めっちゃニヤニヤしてるリカちゃん。リカちゃん、リカちゃん、お疲れ。今日部屋遊びていい？いいよ。何してそれ？遊ぶって言ってこなかったじゃん。だってさ、遅かった、遅かったからさ、申し訳ないなと思って、そこは。偉いでしょ。偉い偉い。ちゃんと先輩のこと考えて。そうだよね。リカちゃん先輩だもんね。昨日もたくさん声かけてくれた。リカちゃんが？頑張れた、だから。リカちゃんがいるから頑張れてる。いいね、みんなで本当支え合って、バトンつないで。え、嘘泣きしてる、嘘泣きしてる。嘘泣き。普段私に褒めてもらえないから、うん、褒めてもらえるとめっちゃ喜ぶんですよ。ね、泣いちゃう。汗じゃないそれ。いい。はい、変顔いただきました。変顔いただきました。自分からやっちゃった。はい、来ました。副キャプテンが来ました。はい、カモンカモン。こうやって乗ってくれます。ユラタクシーだからユラのいいこと。ユラタクシーやばいじゃん。放送事故じゃん。それは言っちゃダメ。ちゃんと撮ってんじゃん。ちゃんといいこと言って。ユラのいいとこ。ユラのいいところ、うん、すぐ出るでしょ。ないな。すぐ出るでしょ。おしゃべりなところ。ああ1個だけよ。しかもおしゃべりなところ。なんだろう。でもさ、私がふざけちゃう原因はリツさんにありますからね。リツさんが本当にふざけてるから、私練習中とかふざけちゃうんですよ。なんか笑かしてくるから笑っちゃう。本当にそうだよね。面白いよね、リツさんね。和ませようとしてるだけです。それ勝手に悪乗りしてるだけ。違う、よくないよね。本当人を笑わせる天才だよね。あの練習でも試合でも。人が集中してる時に面白くなってて。そうだよ。昨日、今だから言えるんですけど、延長入った時になんか一人だけ面白くなってきたとか言って、ベンチで。じゃあでもそれは恩塚さんから学んだことです。はい、上げていくわけね。でこの場面でやっぱこれを使ってみんなをまた和ませて、であの大爆発を見ました。で私はそれで頑張れました。ワクワクが最強を体現したってことですよね。だって今日の朝ここがね、こんなになってるね。やつ最新のファッションだよ。知らんの。知らんのね。いい方に持っていくからすぐ。本当ふざけてるよね。大丈夫、じゃあお願いしますね。ちゃんと真面目なところ、リツさんのところはもうダークサイドでいく、うん、考えとく。ありがとうございました。はい、ありがとう、ありがとうございました。9個あり、とりあえずみんなに撮ってもらったから、ね、そうだね、回して
あ、なんか書いてあるよ、ほら、応援してます、頑張りに。そうなんですね、ちゃんと応援する。ビニール、バーサスビニールで、あと行こう。どっか、これはこれはたこ焼き今、たこ焼き好き？好きです。いいね、豚まんもあっていいね、たこ焼き。めっちゃ美味しいですね、やばい、食べたかったんで、めっちゃ嬉しい。よかった。ゆら1番。え、1番。え、取った。1番。取った。取った。なんで泣いてんの？1号。取って、彼女はビリです。なんかビリ？ビリ。お。おめでとう。ありがとうございます。残り物には含まれる。そうだね。漂っちゃう今、音楽の先生みたいになった。すげえ。最高、最高に寝心地がいいです。インサイド暁。マジひどいな。帰ってください。